えー、3331アートフェア2021、えー、キュレーターズ・ボイスズ、えー、ボリューム3、えー、早速始めていきたいと思います。 えとまず初めにですね、えー、と本イベントの概要から説明させていただきます。えー、この3331アートフェア2021において、えー、と作品をいいいただいているアーティストあ展示いただいているアーティストの皆さんはもちろん、えー、キュレーターの皆さんもとても重要なポジションを担っておられます。というのも、えー、2階のも階体育館 セレクションジムで展示されている作品をすべて全国の美術館の学芸員ですとか美術の関係者また3331に入居されているギャラリーの皆様に気鋭のアーティストを選出していただいております。 なのでえー、その中でその作家の推薦プログラムという形で選んでいただいているんですけれどもただ、えー、とキュレーターの方々に、あのー、お知り合いの方に声をかけていただいてという形ではなく、まあ、ある一つのテーマだったりとかキーワードフレーズみたいなものに基づいて選出をお願いしております。でこの本 トークイベント「キュレーターズ・ボイシーズ」と題したこのトークショーではですねあのキュレーターの方々を実際にお招きして、えー、とボリューム1ボリューム2とやってきたんですけれども今回のボリューム3もあの同じようにですね一つのテーマに沿って、えー、と選ばれた作家,りあ作家だったりとか、えー、とどのような背景で選んだのかみたいなことだったりとかその裏側を掘り下げながらいろいろなお話を聞いていくことで、まあ、よりあの。 実際にねです、ね、あの展示にお越しいただいた時もあも楽しく見ていただけるように、えー、進めてまいりたいと思いますのでどうぞよろししくお願いしますでちょっと自己紹介が遅れてしまったんですけれども本日、モデレーターを務めさせていただきますライターの梶谷ですよろししくお願いします。 でですね、えっ、ー、と早速なんですが、えっ、ー、と本日ご登壇いただいているお二人の簡単なご紹介だけさせていただきます。私の左にえっ、ー、と座っていらっしゃいます山本さんですね。山本さんは金沢美術工芸大学で講師をされておられまして、で文化研究者でもあり、かつまアーティストでもあるという方です。山本さんよろしくお願いします。はい。 よろしくお願いします。めめちゃくちゃ声いいですね。あの <laughs> ラジオのパーソナリティみたいな声で、自分の声客観的に言うと僕いやいやになるんですけど、<laughs> はい、ご自身の声わかんないかもしれないけど、すごいあの聞いてる人は心地いいと思います。<laughs> そう言っていただけて何よりです。ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。ますと西田編集長、インディペンデントキュレータープロジェクトマネージャーをされていらっしゃる。 ですすすね、えー、と西田編集長本日はよよろろししししくくおお願願いいたします、はいままたちょっと変な名前なんですけどもともと編集者出版社で勤務してから、うんえー、まあ、中途という形でアート業界に携わるようになって、うんまあ、ちょっとこう編集っていうものの技術を生、まあ、かした形で、えー、キュレーションをやってるっていうことで、うんまあ、西田編集長っていうペンネームというか名乗って活動しております <laughs> よろししくお願いいたします。はい よろししくお願いしますそしたら早速なんですけど、えー、と今回の展示がどのような、えー、とテーマに基づいて選ばれていったのかみたいなところを伺っていければと思うので、えー、と映像を映しながらですね、えー、と本さんからお話を伺ってもいいですかねはいえー、と今回のテーマとしてはまずすごくあの、えー、と偶然性みたいなところがあってでそれは何かというと 今年から、えっと、僕はご紹介に預かったように、えっと、金沢美術工芸大学に、うん、あの勤めることになりました。で、えっと、東京芸術大学の大学院から、まあ、あの移ったわけなんですけれども、えっと、イギリスに留学していて僕はその後あの香港に行き えっとまあ、ロンドンから香港に行きそしてまあ東京という形で結構、まあ、いわゆる大都市というかアートの中でもまあ中心地とされているようなところに、まあ、あのずっと住んでいる期間が長かったのである種こう地方都市といいますかあの金沢での経験というのはかなりこういろいろとあの新しいインスピレーションみたいなのをあとい,ただいているところがありましてじゃあ,、まあ、あのちょうど金沢に移って。 この先何をやっていこうかなと思っているところにちょうどこの3331アートフェアの,あの作家推薦人の,あの依頼をいただいてなのであのせっかくなのである種こう偶然性というのに基づいた形で何かこう金沢をまあベースの一つ必ずしもベースが一つであるわけではないんですけれどもあの特に現代アーティストをまあ移動しながら制作をしている人も多いですしただあのまあ少なくとも拠点の一つに 金沢を置いているような作家を選出させていただきました。で、えー、といつも考えているのがその僕が、まあ、現代美術史の、まあ、ある種こう自分なりの通史としての本をあの新書という形で出させていただいたんですけどもそれが2019年のことで,で、まあ、それを振り返ってみたときに。 やっぱりどうしても自分も大阪とか東京の動きというか、まあ、そこに時々こう九州だったり名古屋が入ってくるんですけれどもそういったこう大都市中心に美術の流れをこう見ていくような視線が僕の方にもあったなということをちょっと振り返って思った時にじゃあこういった美術のあを見るその大都市中心的な視線っていうのをどういうふうに強奪構築していく。 ことがまあできるかなというのがま自分なりの課題にまなっています。で、この展覧会でもまえっとそれを一つのテーマとして、あの金沢をベースにしている作家を選ばせていただきました。で、その時にあの僕が注意して避けていた二つの視点があって、一つはあのまいわゆるこう。大都市的なま現代アートの中心にこう。分かりやすく入っていくような。 ある種の文法とか規則みたいなものっていうのにものすごく乗っ取るというかあ,のある種こう傾向と対策ではないけどきちんと勉強し美術史を学びまそれはすごく重要なことではあるんですけれども逆にこう従来の方にとらああわれすぎてしまうようなことがあの学生の中でもあるようなまあ気はしていてまそれをそうではないようなもう作家をちょっと考えたいなと。一方でじゃああの ここれれがが金沢でで地方でみたいなその中心の,その大都市の人たちにはこういうの分かんないだろうみたいなある種こう異物を投げ込むみたいなものっていうのもある種こう閉じられたこうリージョナリズムというかまあ地域主義みたいなものによってしまうんじゃないかなと思っていてその両極端つまりこう中心にの文法っていうのにすごくこう合わせていくような動きと。 一方でこう地方の方にこう閉じていくような動きっていうのを両方を避けてあの今回作家を3人選出させていただきましたですのであのここでこう選ばせていただいた3人の作家このあとちょっと個別に紹介していきたいなと思うんですけどの作品をちょっと見ると何かこう分かるようなところとよく分からないというかその両方現代美術として あの成立している部分と何かそういったこう現代美術のまあ既成概念みたいなものからこうちょっと逃れ去っていくような部分というのの両方を兼ね備えているようなあの作家を選ばせていただきましたじゃあちょっと具体的にあの3人の作品について説明していきますじゃあスライドありがとうございます。 一、はいえっと、人目が、えっと、武田雄介さんですね、えっと、1980年代半ば生まれの、えっと、まだ若手の作家なんですけれどもちょっと作品の1枚目のスライドを見ていただくとこれが金沢21世紀美術館の長期インスタレーションルームでやった、えっと、アペルトという若手を中心としたあの展示の様子なんですね。 でえっと、武田さんは金沢僕が今働いている金沢美術工芸大学でまあ講師をされているんですけどもともとずっと金沢で、えっと、博士まで、えっと、取得してでその後講師として働いているんですけれども、えっとまあ、この作品とかをちょっと見ると分かるようにあのこう武田さんの作り方としてはもともと初めから設計図を作っていくんじゃなくて。 何かこう中心を持たずにあの部分から始めてだんだん増殖していくようなインスタレーションというのがあの彼の特徴になっているとあの僕は理解しています。でこれは結構重要な気がしていてそれは何かというとあのどうしても部分と全体っていうような捉え方をしてしまいがちなんですけどインスタレーションは。彼の場合はあの全体なき部分というかあの部分だけが集積していって最後まで全体を作らないと。と で彼もどこで終わりかっていうのはちょっとわからないしそもそも一応あの展示はあの今回もそうですけどオープニングがあるのでどこかでやっぱりやめなきゃいけないんだけれども特にそういったものはあのそういう外的な要因としてあの出てくる以外は特に自分の中ではあまりないというふうにおっしゃっていて。あの こういったあの何かこう意味とかある種こう文化研究者とかって僕もそうですけどどうしても記号論的に読みたがるというかなんかそういったところからあの簡単にはこう読ませてくれないような作品っていうようなあの印象としては面白いなと思っていますちょっと2個目のやつに行ていただいてこちらも「超暴力」2020年えと瀬川新さんのキュレーションでえと山下ビルというところで行った展示風景なんですけどこれももうかなり。 あのどこに何が貼ってどういう形になってるかっていうのがまあ,あまりよくわからないでどうしても人は意味を見ようとするんですけど何かこうそういったものからなんとなくつかめそうででもちょっとやっぱわかんないなみたいな繰り返しですね、えっと、今回はえっとインスタレーションっていうのがえっとスペースの都合もあってえっと他の作家との兼ね合いとかもあってできなかったんで写真作品になってるんですけど。 あの 4, 4枚の組み合わせでこれもちょっと見ていただくと分かるんですけど何かこうえっと意味から逃れていくというかなんとなく分かりそうでいやでもちょっと違うみたいな繰り返しをこうずっと鑑賞者に強いるようなあのものですね。なのであのちょっとこう宙づりになった状態っていうのをずっと繰り返すのであの僕はすごくそれが心地いいんですけど何かこう絶対的な正解とかを。 出したいみたいな人にとってはちょっとしんどい部分があるかもしれないんですけどあのそういった作品になってますで、ちょっとコロナっていう状況に引きつけて言うとやっぱりこう、まあ、危機的な状況の中では何かこう全体にまとまるようなその一つの部分が全体にまとまるような考え方とかあの傾向っていうのが出てきがちなんじゃないかなと思ってた時に竹山さんの作品っていうのは。 先ほど申し上げたようにこう部分あ全体なき部分みたいな部分があってあのそういったものをこう体感してある種こうちょっと気持ち悪さというか宙づり状態を味わってもらいたいなと思って選ばせていただきました。はい、で2人目にいきましょうかねこれでちなみに僕何分ぐらいしゃべってますか今、えーっと い <laughs> はいじゃあえっ、ー、と次にえっ、ー、と内田のさんです内田さんもえっ、ー、と金沢も、えー、とえっと群馬で活動されていてその後金沢でえっ、ー、と僕が今働いている金沢美術工芸大学でえっ、ー、と博士を、えー、昨年かな取得しましたで僕が来る前だったので直接 あの接点はなかったんですけど作品とかについてはあのまあ以前から見させていただいていたこともあってちょっとコンタクトを取らせてもらってあの今回の賞にあの参加していただくようにあのお願いをした作家になります。でちょっと作品をねえっと主にこうパフォーマンス作品ですね今回の作品も含めあの鑑賞者とのインタラクションっていうのをあの重視するような作品で今こう ご存知のように、あのコロナ禍でなかなかこう接触を伴うパフォーマンスっていうのは、なかなかあの難しい部分があるんですけれども、その中で、まあ内田さんがちょっとどういう新しい展開をしていくのかなっていうのを、今回ちょっと楽しみに、あの新作を作られるということで、あの、選ばせていただきました。で、この過去作は、あのチョコレートを、あの鑑賞者の人と、あの、その体温を使って、こう溶かすという。 ような作品ですね。で、それをこう、全部あのパフォーマーである。ま内田さんが舐めとるというような、あの作品になります。で、えっと、この作品にもよく出ているんですけれども、あの内田さんの作品の中には、こう、何か事故と他者の、まあ境界線みたいなものに関する。 あ,の関心があってある種こうそれをパフォーマティブにまあ消し去っていこうとするようなただしまあこれはもちろんご本人もよく分かっていると思うんですけどやっぱり自他がこう一緒になるみたいなことっていうのは実際こうありえない状態でまあその自己と他者の一番のこう境界線であるあ,ある種こう最後の境界線としての表皮というかまあそういったものにこうすごく関心を持ってまあそれをこうパフォーマンスとしてまあやっていく。 作家ですね。で、どうしてもこれはま最終的には絶対に失敗する試みなんですけど、それをこう延々と繰り返し続けるというか、まあその反復の中からま意味を見出していくようなえっと作品になっています。で、もう一つの作品ですね。これも同じようにえっとこれはもうコロナまっさりですので。 一、えっとまあ、人でやれるパフォーマンスだけども何かこうそういった境界みたいなものっていうのをパフォーマティブにこう壊していくような作品として、まあ、このアクリル板っていうのをなめ続けるっていうような,まあ映像作品になっていますでやっぱりこう先ほど申し上げたようにそのコロナの中でなかなかこうパフォーマンス作品っていうのがあの 展開しづらい中であの少しずつこうコロナの状況というのと合わせてジャーさんの作品というのがどういうふうに変わっていくかなというのをちょっと見たいなと思っていてちなみに今回の作品の画像ってあったりしますか少々お待ちください これはですね、えっと、この作品、えっと、さあの全体的なこう接触っていうかできないのでこの指切りっていうのをあの彼女はテーマにして今回あの鑑賞者の人とまあそのインタラクションを取ろうという,ふうなことになっていますで彼女はまあブースにいて、えっと、この山なんですけどこれ何でできてるんだっけな これ溶けんで最終的にこの要するにトンネルみたいなのが山に貫通すると指切りがまあできるようになるんですけれどもあ,のある種こうコロナの中でまあなかなかでなくされなかったまあその接触っていうのを指切りっていう形でまあ表現した上であのこの山っていうのをまあ2人のある種共同作業として溶かしていくと。 でえー、と作品をも購入したい場合はあのこの山をまあ,そのある種パフォーマンスの痕跡としてまあ購入するという形になっています。で、えー、と一つこうアートフェアの中でこういったこう観客の参加型の作品というのがなかなかあのたくさんはない中であ,のあえて内田さんには。 あのこういったインタラクティブなあのユーザー参加型のパフォーマンスをちょっと考えていただけないかということであのお願いしていますなのでまあ,ある種こうちょっとあの既存のアートフェアとはまたちょっと違う形でただこう見るというだけではなくてあの場合によってはこう参加することができるようなあの作品っていうのをえと出させていただきましたで、えー、と最後今西さんの方にいきましょう でやっぱりあの金沢あの工芸がすごくこう有名な伝統的なまあ工芸品というのがすごくあの有名な場所で,で例えばあの工法工芸みたいな形で工芸と現代アートを融合させるようなまあ試みがあのここ数年ぐらいですかね、えっと、よくこうあの表面化してきていると。 そのような中で何かこう工芸とあえてこの東京で行われるあのアートフェアの現代アートのフェアにおいて何かこう工芸みたいなものっていうのをこう融合させることはできないかなということであの今西さんをあのにあの参加を打診してみましたえとちょっとじゃあ作品を見ていきましょうかであの経歴がすごく面白い方でもともとえっと えー、物理だったかな研究者としてあの理系の研究者としてあのあこの細胞の,あのこれも実はモチーフになっているんですけれどもあのそういった生命工学みたいなあの理系の研究者としてあの博士号まで持っていてもうちょっとあのなかなか現代アートの中であの人文科学の博士を持っている人結構会うことは最近あるんですけど理系はもうほとんどなくて。 あのそういった人がどういう工芸を作るのかというのをすごく僕は興味深く思って作品をいろいろ見せていただいたりしていたんですけれども今西さんから言わせると研究者理系の研究者としての新しい何かアイデアを出していくことと陶芸家としてのクリエーション何か今までになかったような 新しい表現っていうのを生み出していくことっていうのは結局まあ,あのなかったものを新しく生み出していくっていうことですごく共通しているところがあるっていうふうにあのおっしゃっていてあのそういったまああのバックグラウンドを持った方になっています。でえとこれ陶磁器の作品でまあ技法が上へということであのこういったあの細胞とかそういった生命みたいなのをモチーフにしたつまり彼のまあバックグラウンド というのを思想的概念的に生かした上でこういった陶器を制作しています。で2つ目の作品が、はいえっと、こういった形であのオブジェだけではなくて実際にこう使えるようなあのお皿とかあのそういったものも作制作されています。で面白いなと思うのはあの今西さんは結構その 古くからある料亭とかとコラボレーションする形で、まあ、彼の,あの作ったあの陶器を使ってあの食事をこうしてもらうで料理人さんがまあそこにあのお料理を載せていってみんなでこう食べるみたいなことをやっていたんですね。でその時にちょっと美術史家的な視点から見ると面白いなと思ったのが結構みんなでご飯を食べるみたいなものっていうのが現代アートの中では あのいわゆるリレーショナルアートとかって言ってあのよくあのむしろ最近はありがちというかそういった感じになってるんですけどその時に例えば、まあ、リレーショナルアートのすごくこう著名な作家としてリクリット・ティラバーニャとかを参照してみるとあの彼はまあ自分のルーツであるまあタイの伝統的なあのパッタイという焼きそばを振る舞ったりしてたんですけどその時に例えば。 どういう器とかどういうテーブルとかそういったこう物質的な要素に対してはあんまりこうむしろ注意が払われなかったその,その中で行われるコミュニケーションそのものにこう目が向いてむしろ例えばでもこのライトとかも今こう僕たちが話していく中でいろいろなこうあの僕たちの話の展開とかに影響を与えていたりすると思うんですけどどうしてもここの内容だとかそういったものって 非物質的な要素っていうのにすごく従来のリレーショナルアートこれは今もそうですけれどもっていうのはあの比重を置きすぎてるんじゃないかなと思った時にむしろそういったこう関係性を作るようなアートの中でこういった器とかテーブルだとかそこに置いてあるオブジェだとかそういったものがどういう,こう心理的な認識的な効果をもたらすのかっていうのがあの。 新しく入っっってててきいいる様子だとと思思すすご面白なたんですねその時にあ,のある種こう現代美術のちょっと固定化されたあの観念みたいなのを別の工芸とかの分野まあ逆ももちろんあると思うんですけど入ってくることによってこう解体されていく感じみたいなのが面白くてあの今回の,その現代アートっていうものにあの軸足を置いたアートフェアの中で。 山西さんの作品をいろんな人に見てもらいたいなというふうに考えました。今回も出展されている作品も同じように彼のバックグラウンドである生命工学の細胞のモチーフを用いたオブジェっていうのが出展されているという形になっています。でと全体として3人のブースで っていうのは僕は結構面白い形にまとまったなと思っていてあのむしろもうちょっとカオティックになってもよかったなっていうくらいですけれどもあの3人とまあ僕も含めてどういうふうにそれぞれのこうプランを立てていくかっていうのを何回か話し合いさせていただいてあの作った形になっています。ですのであの今回のカートフェアを見てあの推薦人の個性っていうのはすごい出てるなと思って僕はすごく面白く見たんですけれども奥の,のブースに関しては。 一見するとあの結構現代美術っぽいというかだけれどもあのよく見ていただくとなんかちょっとあの違和感を感じるというかで違和感を感じたままあのちょっと帰っていただいてあのそ,のそれぞれのちょっと固定化された現代美術館みたいなものが少し内側からなんかこう内覇されるようなあの感覚っていうのを味わうことができるんじゃないかなというふうな、まあ、そういった形のブースになったんじゃないかなと思っています。 これで大体たい10分20分ぐらいじゃないかなと思ってるすけど、どいやなんかすごい綺麗に20分経ってます。<laughs> 今24分なんでありがとうございます。じゃあ西田編集長次にあのテーマとあのお選びになった推薦作家についてお話伺っていてもいいですか。はい。山本君の後でね <laughs> 話うますぎて喋るの嫌だなと思いながら、昨日まで、はい、あのー。 設営をして、今日の朝、うん、ちょっとね今写真に写りましたけど結構大がかりに、あのーまあ、設営してて、うんあのー、最後の微調整とかをさっきまでやってたので、うん、あ 今日トークなんだって,言って <laughs> 何も準備してきてないんですけど3331アートフェア推薦人としてお誘いいただいた時にえちょっと思い出しながら喋っていきたいと思うんですけどえと考えてたことっていうのはま,あまず3331が会場だっていうことでそれにあたってやっぱり3331って僕の中では まあ僕に限らずだと思うんですけどあのやっぱり中村雅人さんの,あの作品だと思っていてまあそこに参加するっていうことはまあ,ある種中村さんの作品の一部になるようなまあとても光栄なことだなと思っていてで3331の僕の思っているこう活動の中の特色としてまあ二つあってまあ一つはあの ポコロアートだったり、うんえー、311映画祭、まあ、そしてあの日々あの開館以来いろいろやられているワークショップ、うん、あっていう面ともう一つがやっぱりこのある種日本にマーケットが乏しいと言われている中でやられてるこの3331アートフェアだと思っていてそういった時に、えーまあ、じゃあ中村さんのこう中でやるって言った時に何をしようかなと思って。 直近で、まあ、中村さんがやられていた「東京ビエンナーレ」っていうものを、うん、あのやっぱり僕も、えー、意識してみようと思ってあちなみに僕自身は、うん、あの山本君がさっきアカデミックとか美術の文法っていう言葉を発してたと思うんですけど、うん、僕自身は美大とかに全然行ったことがなく、うん、基本的には独学で美術を学んだというか。 まあそういったあの経歴でして、うん、まあその分こう思い切ったキュレーションっていうものができるのではないかなとは思っているんですけどえっとそれで「ああ東京ビ時計レあのもちろん中村雅さんがあのやられましたけどまあかつてにも「東京ビエン畏ーレ通称呼ばれるものがあってそれの時の,あのテーマが「人間と物質」というテーマで、うん。 であのー、これ、えー、とー人間と物質点なんですけどあの英語のタイトルだとその人間と物質の間っていう、うん、そこの間っていう部分がすごく大事かなっていう、えー、ところでまあじゃあ僕も、あのーまあ、人間と物質の間っていうものをテーマに、あのー、キレーションをしてみようっていうところから考え始めました。でそのの後に、えー、僕自身の キュレーターのとしての活動のテーマっていうのが、えー、都市での出会いとアナキズムクイアポストヒューマンと定めてまして、えー、まずこう作家の選定をする時に、えー、いつもなんですけどあの基本的にはこう普段グループ展とかで一緒にな,りならない。なら たこことととがないいかっていうことを結構意識的に、えー、キュレーションする時には心がけていて、うん、だから結構こ,うこの、えー、6組、うん、基本的には同じ展示とかに、あのー、参加することがなくそれぞれ、まあ、ある種のシーンとか活動のフィールドでいうと結構。 バラバラな場所でえ活動しているっていうのをこう出会わせるっていうでこのまああの単管というか足場材で組んだこのこと自体はあのリパイプというチームがえー建築ユニットのチームがえーまデザインして建ててっていう形なんですけどまあぱり都市といった時にもあのまあ華々しいものだけじゃなくて やっぱりそのスクラップアンドビルドとかそういったことが起きるときにあるこの仮説性みたいなものとかそういったものを一つ象徴として中心に置きたかったとそこから考え始めてでまあもう一つちょっと出会いにつながるんですけどあのアナキズムといったときにえまあ もしかしかたらあの過激な思想みたいな捉えられる方もいらっしゃると思うんですけど基本的にあのアナキズムっていう思想自体はえと反政府主義じゃなくて無政府主義で無政府主義っていうのはあの政府がなくても自分たちで助け合えばやっていけるぞっていうような思想で必ずしもなんかこう過激な思想ではないでそれを端的に言葉に言うと相互浮上。 まあ昔の長屋とかをこうイメージしていただいても大丈夫だと思うんですけど相互扶助さえしていればえ我々は大きな政府っていうものがなくても生きていけるんじゃないかなとそういう思想だと僕は捉えていてでアナキズムアナキストでありえまあ思想家であるイヴァン・イリーティっていう人がまたちょっと相互扶助と同じような形でえー イ,ヴァインリーチが「えー、コ,コンビ,ビビリアリティの道具」っていうちょっと発音しにくい、えー、タイトルで本を出してるんですけど、はい、そこのコ「コンビビリアリティは」はあのーまあ、直訳すると「宴」とかそういった言葉なんですけど、うんあのー、日本語に訳された時に「えー、自立共生」自立強制っていう言葉があてがわれていてそれがすごく僕は面白いなと思っていて。うんうん 相互扶助っていうよりこう相互扶助の中身というかそういった時に自立強制っていう言葉自立し合ってなくちゃいけないけど強制し合ってなくちゃいけないっていうそれって一見矛盾するようだけど成立するそういったものが、うんあのー、僕の中心的なキュレーションの中にあるかなと思っています。はい ありがとうございます。<laughs> 話し終わったって感じぐらいぐらいですか。はい、じゃあ個々の作家の紹介をちょっとしていきたいと思います。<laughs> はい、じゃあまず小林さんの作品を移していきますね。はい、で小林祐樹くんはあの、えー、RCA がえっ、ー、とパフォーマンスアート学科を作った時に始め、えー、あのー、そのまま入学しまして日本人として初めて卒業したという経歴を持っていて。 まあその通りありパフォーマンスアートをまあ中心としてあのいわゆる普段はあはライブでパフォーマンスをするんですけど、えー、この作品は彼の中でもやっぱりコロナ禍とかそういったものが強く影響してやっぱり人前で今までやってきたライブのパフォーマンスができないそういった状況の中で彼が試行錯誤してあのより身体について考えるようになった。 その時にあの自分の生命というかあの命みたいなものとこうどこまで直接的に言っていいのかなって感じなんですけどこれの作品自体はえとこのこれ真ん中にある装置がうどんの。 こう面をひねり出す精肉器か、うん、精肉器なんですけどミンチが出てくるなんですけど、えーとまあ、これの中に、えー、粘土を入れるんですね、うん、で粘土が出てきたものを彫刻作品として、まあ、今回も出展してるんですけど、えー、この粘土の中には自分の精子が入って混ぜられていてで精子ってそれ自体も 生命ととしてて動いてるといるうかでも自分の中から出てきたものそういったようなことをあのすごく、えー、だからある種自分の体内の中のそのパフォーマンティビティみたいなものをすごく突き詰めた結果出てきた作品かなと思いますはい。次斉藤さんの はい。はい、えっと斎藤繁男はえっ、ー、と今あ東大の博士課程にいまして、えー、まき、あ、博士課程って研究者と言っていいんですかね。えーまあ、そうですね。研究者としてもあの、えー、年金を中心にあのまあ、いわゆる木とかにいる金で年金年金を中心にあの研究活動を行っていて。えー まあこ,れこれは彼女の、えー、就労の時の作品なんですけど年金ってが、えーまあ、餌となるものにこう向かって動いていったりするんですけどそういう年金っていうものとかっていうものにはこうを生命と呼べるのかとで生命と呼べるかどうかっていうものがことを知能があるかどうかっていうことで測、えー、るというようなアプローチから。 年金と一緒にこうゲームをするような。ことで作品になってます。ちょっとガラスの方の作品もありますかね？はい、えっとこちらのガラスの方の作品。今回あのー、えー、11個ゴムの、えー、チューブで連なった形で出展してましてえー、11個はあの五ロップで人間の臓器11個っていう形で結構そういったあのー？ 年金でそのガラスの中に年金が張ってるっていうイメージなんですけどなんかこうさっき僕のキュレーションのテーマの一つにポストヒューマンがあるってお話ししたんですけどえとなんかこうポストヒューマンって言った時に人間の身体っていうものの形すら疑ってポストヒューマンって初めてありえ想像できるのじゃないかなと思ってやっぱりそのいうことから ちょっと話脱線するんですけどえっとこれ全体にもつながるんですけどあのなんかこう神話の中でアンドロギルスっていうあの生命というか生物があの出てきたりするんですけどそれはあの男性と男性の体がくっついてる女性と女性の体がくっついてる男性と女性の体がくっついてるっ,い,てるっていう3種類のこの くっついいたた人間みなな生物なんです、ね、なんかそういったこととか、えー、と例えば最近そこからちょっと話が飛ぶんですけど最近なんかニュース読んでいたら哺乳類と昆虫でなんかこう子供が作れるようになるかもしれないとか <laughs> そういったニュースでそれが100年後かもしれないし。うん え1万年後かもしれないけどおそらくそういうことができる、うん、で神話っていうのも、まあ、こうある種1万年前とかにあったとされる偶話ですけどなんかそういうふうに1万年前にとか100年後に起こることと100年前100年、えー、1万年前っていうものをなんかこうつなげてみたいなっていうかもしかしたら。 今現在、そこだけが、何かこう特別にできない。かた時代なんじゃないかなっていうような射程。の時に、何かこの年金を体内。の五十六プ十一個っていうのに、させ、うん、託してイメージするっていうような。ことが、うんえー、まあ、今回、あの、の出展作品ですね。はい。次鈴木さんでいいですか、はい。 いやーこれはね本当に面白くてですね、うんえー、話すと長くなりそうなんでちょっと端的に言っていくるんですけど <laughs> 彼、えー、と彫刻家としてあでもともとは文化服装、えー、を出ていていわゆる美大はで,、あのー、で美術を学んだことはなくてファッションだったりとかから、えー、彫刻家として活動を始めたっていう経緯を持っていて。 で彼がまあそういうふうに彫刻家として活動を始めようと言った時に最初に考えたのは <laughs> 彫刻といわゆるこう壁に書いてあるレリーフレリーフの書いてあるじゃないな、えー、あるレリーフと彫刻の関係っていうものをついて考え始めてそれを日本に照らし合わせた時に。 えと日本だと漆喰漆喰で作るえと固定っていうのがあってそれをがもしこうと対比する彫刻っていうものがないんですけどあ,るありえるっていうことを想定して漆喰だけででで素材でこう彫刻を作るということを始めたんですねそれから次彼のシリーズとしてえと作ったのが。 あの圧縮袋を使った作品なんですけど、まあ、近年こうジェフ・クーンズとか分かりやすくあるように風船って結構彫刻の中でも使われる素材というか、まあ、それは膨らませる形である種造形をしているっていうものに対して彼は圧縮袋っていうものを使うことによって逆に空気ををを抜く形形でで造すするということを試みたんですねで今回出展作品は彼の中でシリーズとしては3つ目というか。 まず、この、えーまあ、構造自体は漆喰と絹と、まあ、それ対し、えー、にレジンを塗ってるっていうものなんですね。で、えー、とそこに、えー、といい感じに風船を差し込んで空気のポンプで膨らますという形で後から入れてるんですね。うんはい、後から 風船入れてるんですすねねそうで,す、ね、でこれはあの風船なんで当然まあしっかり縛っ,縛ってあるんですけど空気が抜けてくし、うん、なんだったら、えー、と割れたりもすると。というん、なんてことでこの風船の膨らまし方キットみたいなものとセットで販売して <laughs> だからまあ好きにこう膨らませていただいてもいいし。 大きめの風船とかを入れるとお餅みたいにブーンとでかくもできるというようなでもそういった時にこうこの漆喰と絹っていうのはどちらもあの秩父の彼秩父のリサーチを結構熱心にやっていて。 秩父ってまあそういうふうに漆喰に限らずあのコンクリートだったりとの産地なんですけどもともとはすごく霊山としてあのまあ崇高な場所と言っていいと思うんですけどそういった場所なんだけど。 まあ秩父の山自体はすごく削られてるというそういうやっぱりその何か作品を作るときにこのもの自体はどういうものなのかどういうところが産地でどういう流通経路をたどってっていうところをすごく考える必要があるのじゃないかなとか絹っていうもの一つとっても蚕だったりするというかまああの。 プラスチックって石油なんですよって言って失笑された政治家がいましたけど僕は意外とそれは笑い話じゃないなと思っていてそういう自分が扱う素材っていうものがどういうコンテクストを持ってるのかそういうところに何かこう今の表現っていうものがあるんじゃないかなと思ってます。はい、これはルヌルヌと ルヌ,ルヌルヌルですね。<ヌ>僕もいまだに、はい、あの発音しにくいなと思ってました。<laughs> はい。はい。はい、えっとールヌルヌルヌ,ルヌはえっ、ー、とまあ彼もあのいわゆるえっ、ー、とファッションの専門学校を出て、えー、結構もう10年以上ファッションブランドとして、えー、ルヌルヌって名義で活動を行っていって。 えーまあ、俗に言えばカルト的な人気を持っているような、まあ、そういったファッションブランドだったんですけどあの近年、えー、ソフトスカルプラチャーとして、えー、作品を制作するようになりましてこれがほぼ彼のデビュー作といってもいいんじゃないでしょうかねそういった時に、えー、ともう一個の方もつなげて見せていただいて。 あ、行きしかないですか。か展示会場の方が良かったりしますか。はい、展示会場の写真がもしあれば、少々お待ちください。写ってないな。大丈夫です。<laughs> はい、えっともう一つ右奥の方にですね、えっ、ー、とタツノオトシゴをモチーフとした、えー、ソフトスカルプチャーが出展されてまして、うん、えっとまあタツノオトシゴって結構面白い生物で、うん、あのメスがあのまあお腹の中で子供を でできるんですけどその後にオスの中にそれできた何、まあ、て言うんですかね子供の卵みたいなものをそれをオスのおなかの中で育てて出産するっていうそういう生物で,でそ,その場合それとそのそれをまあ ちょっとと SF いうかまあこういった世界観彼の世界観で達のと死語をイメージされたソースカプルチャーが出展されてるんですけどその素材,素材となっているもの自体は全部アマゾンとか、まあ、そこら辺で買えるあの男性が普段使う日用品そういったもので作られてるとかっていうところにえー だかなり重,重たい意味があるというか。はい。なるほどなるほど。ありがとうございます。じゃあ次渡辺さん。渡辺さん。ね、えっと渡辺さんはですね。えー、っとあ今回写真がないのか。あ,、えー、あるんですけど、ねはい、画像が重たくて今ちょっと読み込みに時間がかかってます。あ来てますね。はいはい。はい これもどこまで話していいのかっていう話ばっかなんですけどこれは、まああのー、学祖された形で、えー、展示されてるんですけど、まあ、こういう唇のアップの写真が4つ、えー、並んでましてちょっと、まあ、僕のこれは彼女じゃなくて僕の言い方だとこうにまあ スマイル0円っていうのは彼女も言っていてスマイル0円っていうのはこうある種マクドナルドのキャッチコピーなんですけどそれっていうものがなんかある種のこう過剰なサービスだったりあのボランタリーなこう、うん、ものだったりとかっていうことにも紐づくようなその労働ってものを に対するちょっと疑い的な言葉としても捉えられてでこの笑顔っていうものをこう無報酬で一番やっている日本の一族の女性の方の唇口元あるまあ高貴な一族ですねはいえの写真。 でまあ、あのー、<laughs> 次の話するとあれなんですけど、まあ、彼女あの千代田区生まれであの千代田区育ちっていうのもあって、まあ、あの皇居とかが近いっていうのがあってあのすごくこう天皇制に対するいろんな視点っていうものを作品に取り入れていて。入れていて でこの作品の場合はあの、まあ、卑弥呼とかと同一人物説もある神宮皇后っていうのが、まあ、かつてかつていましてこれあの日本の、えー、と大正時代かなあの初めて肖像画の入ったお札っていうものが作られた時にあの神宮皇后が。 あのー、肖像画として採用されたっていうところの真ん中の肖像画の部分なんですねそこの真ん中を黒く塗りつぶしてるっていうシルクスクリーンの作品なんですけどなんかあのー、まあ僕も文献なんか読んだりして知ったことですけど、あのー、大正時代とかまだこうお金っていうものに対してちょっと汚れみたいなそういった意識があったらしく、うん、その。 まあ日本で初めて肖像画の入ったお札っていう時にかなり議論された中でやはりやっぱりこう皇室皇族天皇っていうものに紐づいた人を選出したいが男性は避けるっていうようなところで神宮皇后が選ばれたという経緯そしてあのやっぱり皇室の中で汚れっていうとやっぱり生理っていう現象があったりとかしてえー で生理の際はあの、まあ、儀式とかに参加できないとか、うん、でこれそれで血、まあ、とか生理というものが汚れというものとして認識されたという始まり自体がそんなに古いことじゃないんですよね。 あのー、結構こう何時代だったかちょっと今パッと出てこないんですけど卑弥呼とかみたいにかつて女性のこう、まあ、トップリーダーみたいな方がいたんですけど、うん、ある種その生理を汚れとすること違う汚れとするってって儀式からさあの遠ざけることによって男性中心の、あのー、話し合いの場とか。うん 今でいう政府みたいなものを作り出すために血が汚れているっていうかなりその宗教的なとかそういったものではなくかなり権力闘争の結果生理っていうものだったりが汚れているっていうものとしてえ広められたという経緯があると。でこれも「世界の起源」っていうまあ有名な画がありましてまあいわゆる「女性記」のドアップを描いたものなんですけど。 あのそれと同じタイトルが付けられていて、うん、まあこの真ん中もまあそういうふうに見えるというようなことが託されていたりとかといいいうことがありますはい、はいはい、ありがとうございます。はい 全員おりましたかね、はい、一応なんか滑れた気がします,す、ね、あとあれですかねあの展示会場のこの長かったですかね今いやいや大丈夫だ <laughs> 大,大丈夫っていうのもあれですけどこれ単管鉄の作ってるのがその建築のユニットあそうですねリバイプという建築ユニットであそうだえっ、ー、とー 彼らはあの都市の,その、まあ、リーダーがあのドイツに、えー、仮設建築アートに限らずフェスティバルとかがあった際にあの、まあ、休憩ジェだったりあの仮設の、えー、ライブ会場だったりをかなりこうアーティスティックにやる。 建築会社がありましてそこで、まああのー、勤務した後に日本に来て今もう、あのー、職業としてはまあ建築会社に勤務していてっていう枠組んっていうのがリーダーとして、えー、リイパイプというチームが結成されてましてで彼らのテーマっていうものはその仮設性と遊具っていうのがあってだからこうなんか登れる。 登れない階段だったりとか、うん、あのブランコっていうものが、うん、あのちょっとこの構造の中に入っているっていうのがあって遊具っていうもの自体も日本で言えばこうかなりねあの有名な建築家が実は遊具のデザインを手がけていたりとかっていう経緯もあるっていう、うん、そういったものとしてあの面白いなと思ってます。うんはい ございます以上ですそしたら早速その <laughs> 一息ついていただいて <laughs> あのとはいえあの早速トークセッションというかあのお互いの作品を見てどうすかっていうところを伺っていきたいと思うんですけどえと今ちょうどあのお写しになってるのでえとこの西田編集長のえとこのまあリパイプさんがえと作り上げたこの短管っていうのは結構ひときわ存在感を放ってるものかなと思うんですけど山本さんその まあこの展示風景だったりとかさあの紹介されている作家みたいな方々についてどう感じられたというかはい印象としてどうはい、はい、西田さんのブースですよねまずあの西田さんをこう推薦者に選んだ三三三一側のあの作戦勝ちというかあのこれは圧倒的にあれですよねあのこの三三三一のアートフェアっていうもののまあこの体育館の中の あのいわゆる美術みたいな概念っていうのをあの拡張しているでそれはあの西田さんごに申し上げたけどあのまあ必ずしもいわゆる正式な美術教育みたいなものからこう出てきたわけではないようなまあ発想とかネットワークとかまあそういったもの あのまあ、西田さんにしか、まあ、ある種作れないような空間というかこういうアイデア自体がおそらくもうブースと言われた時にはあの、まあ、僕も含めですけれども、まあ、いわゆる美術教育のこう中から育ってきた人間にはなかなか出せないところなので、まあ、そういう意味で言うとあのこれはさっきもお伝えしたように3331アートフェアのこう作戦勝ちというかあの A 団だったんじゃないかなとあの本当に思いました。であの やっぱり一つこういった形で自分でブースを生成するっていうのはあのすごい面白いアイデアだなと思っていてやっぱりテーマにもちょっと関係があるかもしれないけど僕がまずあの全然作品と関係ないところで面白いなと思ったのはここ今ちょうど出てるけどあのバスケットゴール。 ですね、これ多分あの例えば僕のブースとか普通それぞれの他,の他の方々みんな個性的なキュレーションでみんな面白いなと思ったんですけどこれちょっとここには作れないですよねあの邪魔になっちゃうからだけどあの、まあ、西田さんの一つテーマとして、まあ、人間と非人間の存在っていうのがこう絡み合うようなある種のネットワークそういったものの中でこのバスケットゴールみたいなものがあの結構すんなり入ってるなっていうのが僕はすごい面白いなと思っていてある種こう ここから先も増殖していく可能性を持ったような、まあ、あの閉じられていない空間みたいなあの、うん、そういったものそれは、まあ、ある種こう生命みたいなものの,あの一つのメタファーみたいな風にも多は読み取れるんですけれども、うん、になっていてあのすごく面白いなというふうに、えー、と感じましたまずこの辺でいったん全体の個々、うん、の作品はあとでちょっとバスケットゴール取りますか取れるんですけどって聞かれて。 2秒ぐらいで撮り,、うん、りません、このままいきますって答えましたねなんか僕、初めて見たときこう,うこういうモチーフもあるんだと思ったりしたんですけどそういえばここ体育館だったって思い出してそこがこう自然と調和しているというか違和感を持ったまま一緒にあるっていうのがすごい不思議な光景でありましたねやっぱりなんかすごくこのいわゆるパストヒューマンみたいなものって っていうのはあの本当に今重要なテーマなような気はしていて、まあ、その人間と、まあ、人間じゃないものそれは動物であることもあるだろうし、まあ、そのバスケットゴールも含めたものみたいなものっていうのがあのトーカーなまあ、ある種アクターとしてこうネットワークを作っているみたいなものっていうのは、まあ、その思想の中でもすごく一つ重要なものとして上がってきてるし、はい、まあそれをこう体現しているようなものかなっていうふうに あのすすすごごく感じままね、うんうん、ありがとうございますそしたら次に山本さんの展示風景を見ながら、えー、と西田さんのコメントというかどんな印象だったかみたいなところを伺いたいいたんですけどいやー僕、まあ、キュレーターと名乗ってるからこうアート詳しいと思われるかもしれないんですけど全然こう結構 <laughs>、うん、アートあんまり詳しくなくて。 っってていいいうう自負ががあってこう射程が狭いというかだから結構こう付き合う作家もこうグループ展とか組む機会があってもそんなに増やしていけないというか一人一人の作家と結構向き合ってえ全体像が見えないとこう展示っていうものに誘ったりっていうのができなくて、うん。うん でいわゆるこう批評的だったり美術史っていうものをちゃんと学んでいないのでちょっとこう拙いコメントになるかもしれないんですけどやっぱりまああのー、全体的になんかこうお話もそうです作品見てもこう結構共通項があるなと思っていて特にやっぱり印象的なのは内田さんかなという感じですね。まあのー、やっっっぱりり体温だったり接触っていうものをこう 考えに考えた結果うんなんかそのたどり着くというかまさか小指のこう体,体温っていってもこう小指の先の体温っていうものってなんかこうやっぱり一人のアーティストが何かこう部分を捉えてさらに細部まで考えた結果やっぱたどり着く表現だなと思ってすごくこうオリジナルな表現として感心するというか魅力的だと思いました、は。い いやなんか面白いなと思うのはあの今西さんの,その細胞のモチーフもそうだけど僕自身あんまり意識はしてなかったけど一つ共通項としてその生命みたいなものに対する関心というかうん、うん、さっきあの 非人間のアクターっていうのもこう含めていく中であの小林さんの作品だったりとか、うん、そのある種そう逆にこう人間から離れていくことであのよりこう人間的な部分っていうのをこう徹底的に突き詰めていくようなところがあったりしてうん,、うん、なんかその辺りのことっていうのはすごく面白かったです。あのどうううしてててもこう人間っていいののがあのなんていうのかな 芸術作品のこう担い手というか美術史っていうのもあの基本コンセプトというかあの、うん、はもちろん人間が担い手になるんだけども斎藤さんの作品とかもあの人間がこう必ずしも絶対的な大差、うん、シップを持ってるわけじゃないというか、うん、あのそういった部分で今西さんも多分制作していく中で。あの もちろんコントロールする部分もあるけれどもある種こう生命の細胞の増殖みたいな形で自分がコントロールしきれない部分というのをこう作品の中でまあ出ているあの武田さんも同じようにいろいろなこう記号論的に組み合わせていく中でそこからなんかむしろこう漏れ出ていくというか人間のこう行動っていうのに乗らない部分っていうのがあの出てくるわけなんですよね。なんかそうういいった部分っていうのはあ、のー 西田さんのプレゼンを聞いていても思ったけれども、一つ共通項として、うん、あの見られるのかなというふうに感じました、うんうんうん。ありがとうございます。ちなみにこのあれ先ほどその作家を紹介いただいたときに触れられてはなかったんですけど、この展示の右側にあの斌線展示されてますよね。確か。これ作家が座られるんですか。ここ,こ,ここと。 これす作家が座るんですよ、うん、で、えっと、この紙ですよねこの紙みたいなやつはあ,のあれですね契約書みたいなやつになってるんですよねあ、うんうん、最初にまあ約束を交わす、うん、で、えっとまあ、もちろんそれはあのプラクティカルな意味でまあコロナっていうこともあって一応それぞれあのちゃんと了解を得た上でっていうようなこともあるんですけど内田さんの実践の中でやっぱりその約束みたいな、うん。 ものっていうのはすごく重要になっていてあの、まあ、それをこう取り交わすみたいなことで、うん、あのこの紙っていうのがあるんですよねなるほどだから小指っていうところにもつながってたりはするんですけど、まああのそれぞれの体温で、まあ、あの時計切って、まあ、山の真ん中で、うん、あの一つこう指切りの形で、まあ、約束を交わすっていうようなあのことになってますね。 ちなみにその今お二方がえっとお話しいただいてる中でまあ改めてこう通定してる音というかえっと共通してるキーワードみたいなものはあるかなっていう話は僕も思っていてでもその中でもそのステートメントえっと展示に寄せてのコメントの中でえっと美術史だったりとか美術の文法みたいなことだったりとかがお二人ともこう強くこうく そこにきれいに乗っ取るってわけじゃないですけど意識されてたかなとは思うんですけどそのあたりってこうどう意識されて今のこのようなアウトプットになったんですかね僕の場合は結構やっぱり自分自身がまあ美術史家というか、まあ、文化研究者ではあるんですけど美術史っていうものをあの研究しているっていうところから含めて結構美術の文法っていうのがあ,のある種内面化されてる部分があるんですよね。なのでこう 意図的にある種こう距離を取る方が僕にはまあ難しいところがあってだからといってあの最初にこう申し上げたように全然こうあえて文法を外すみたいなこともなく何かこうその境界線みたいなものっていうのをこう探っていくっていう試みでしたなので美術史の文法っていうのは僕にとってはなくてはならないものではあるんだけれどもそれにあの完全に沿った形になってしまうとどうしても。 あの悪くはないけどどこかで見たようなものっていうふうになってしまうようなところで、うん、あのかといってあのもう全然もうそれ見たことがないものを作るっていうのは意外とあの難しくはないあの全然わけのわかんないものを持ってきちゃうんだ,だけども、うん、現代美術の中面白いなと思うのはそういったそれぞれが積み重ねてきた文法みたいなものっていうのをの境界線を押し広げていく。うん 何かこう、ちょっと、そこになんとなくわかるんだけど、でも、ちょっと違うみたいな、その辺の部分を、僕はすごく意識していました。うん、西田編集長、いかがでしょうか。えっと、今、既存である美術史っていうものの、特に現代美術っていう。呼ばれ方をする、千九百五十年代以降の美術史っていうものは。 僕の中では、えー、とそれ以前とど,どこが変わったかっていうところで僕の中での大きなポイントっていうのはやっぱり社会に対する課題っていうものに対するものを、えー、前提とする、うん、ある種の美や崇高っていうものが、えー、中心であったものから大きな転換が迎えられたっていうのが僕の現代美術っていうものの中心的な理解であってでただ急いで訂正したいのがあのそれ自体は。 えー、今現在起きていることじゃなくて100年前もそういった考え1,000年前もいたとで捉えたいなと思ってるんですけど潮流とかっていう言葉をまあ僕も確かに使ったんですけどそれ自体はえと今現在の,の必ずしも特色じゃないでやっぱりまあ今回僕エコロジーとかポストヒューマンっていうものを捉えてたけどただまあ実際こう。 国際展だあの世界の国際展とかで取り上げられる回数が増えてるって事実に対して潮流という言葉を使ったっていう形ですかね。なでんか、まあ、ちょっとだけ補足的に言うとなんか多分こう今潮流として、えー、一つ大きくやっぱりこうアートに限らずフェミニズムだったりジェンダークイアっていう問題が大きくあのなってるところで。えー 美術史ってものもやっぱりその男性作家が中心的になりすぎてたんじゃないかなっていうえ議論が起きているとそうした時にえ既存の美術史ってものにえ疑いをかけてそれを修正していく形っていうものが僕のなんかそのつまりえ美術史の中にえ100年前から当然女性はいたしっていうのがえっと100 今後100年後にその美術史が作られるかもしれないけど、それは100年前から当然あった。そういうイメージ、新しい未来を想像したり作るっていうことは、新しい過去を作るっていうようなそういうものとして、僕の中に美術史っていうものがありますね。うん、なんかやっぱりこう美術史の中で、例えばこう先社さんがおっしゃってる、まあ女性作家とか、まあそれはクィア作家であってもそうだし、例えばその白人中心的な まあその現代美術の誌の中であの黒人作家のプレゼンスがこう出てくるみたいなことっていうそういう美術史のまあ見直しっていうのはあのすごくあの起きている近年一方でただあのじゃあこういう女性作家がまあいましたっていう形であの拾い集めるというよりかはむしろこう既存の美術史の中にでこう焦点から外れてたものを視野を拡大して見ていくっていう感じになっていく。 でなんかそういったものがこう進んでいくっていうのが大事なような気はしていてその時にやっぱり西田さんおっしゃったことでとても重要だなと思うのは必ずしもこう歴史がこうただ単線的にこうリニアに流れていくものっていうだけじゃなくて。うん 先に設楽さんがおっしゃったように、まあ、過去にまあそういうものがあったでそれはあったんだけれども、まあ、人々はまあ見てこなかったというかピ、まあ、ントの中から外れていたわけですよねうん、うん、一度過去に戻ってそういったこう焦点の絞り直しをしていくことで、まあ、視野を拡大していくみたいな形の,あの美術史の,あの捉え直しっていうものが、うん、あの重要なのかなというふうに思っています。 それは一つ、西田さんとまあ僕のブースだけではなくてあの他の,あの推薦者の方もまあ意識されているというかあのそういったこうある種、焦点のこう拡大というものは一つ、この体育館の中でまあいろんな場所であの随所で見られるところじゃないかなと思っていましたうん、うん。なるほど あと1つその気になったのがその山本さんのステートメントの中でえっとローカルとグローバルみたいなフ,あのフレーズがあったと思うんですけどまあもちろんこのワードってえっと金沢にお住まいでえっと今回東京でそのキュレーションをするっていうところにまあ端を走ってたりはするのかなとは思うんですけどこのワードがこう気になったというかここ自体にこうある種も問題というか課題みたいなものを感じてらっしゃるのってどういう背景だったりするんですか そうですねやっぱりこのどうしてもまあローカルを終焉としたときにまあそのグローバルがまあ中心みたいな二項対立の下で結構美術っていうのがまあ見られることになるでそれがこう東京っていうのは例えば金沢とまあ一般的な認識として比べたときにまあ東京が中心でありある種グローバルな部分であり金沢っていうのはある種終焉でありあのローカルな部分だけど東京っていうのは例えばニューヨークやロンドン そういったところと比べた時に東京っていうのはローカルになり、うん、あのニューヨークやあのロンドンっていうのが逆にこうグローバルになり中心になるみたいなどうしてもこう二う対立の構造でまあ見られがちでそれはあの確かにあの事実としてある部分もあるんですけどむしろ今回ローカルとグローバルっていう言葉にまあカッコをつけて使わせていただいたのは。うんうん そそもそももこれれよく最近提出されている議論ですけどローカルとグローバルというのはこう入れ子構造になっているさっき言った例からも分かるけどあるところではグローバルだしあるところではローカルだったりするという形で相対的に変わっていくものでもあるし一つのものの中にまあローカルとグローバルの要素が両方入ってるというようなあのことっていうのは往々にしてあの今ではまあ見られるわけですよね。なので今回はこう金沢と東京っていうある種 あの二項対立っていうのをむしろあのそれ自体をこう問いにかけるというかそもそもまあローカルとグローバルっていうようなものっていうのは人間の認識がまあ作り出したものなんですけれどもそれ自体をこう疑っていくようなあの展示っていうのが作れないかなっていう形であの考えてみましたなるほどなんかそう今のお話を伺ってその西田編集長がそのテーマとして置いてるまあクイアみたいなもの もえー、とある種そのなんだろうなローカルとグローバルのあわいにあるじゃないですけどある種中央集権的なものの中で、えー、とそうじゃない部分減りにある部分みたいなものに目を向けるっていうところにすごいこう関心を持たれてるのかなと思うんですけどこう西田編集長がそのクイアみたいなものだったりそのポストヒューマンみたいなものだったりある種こう。 超越した何かというかそう,そうじゃない何かみたいなものにこう魅力を感じられるのってどういった部分だったりするんですかそうですねまあ単純に二項対立みたいな現象ではないと思っていて二項対立というものがなんかある種の発想だと思ってるんですよ。うん、発想だかからその発想自体をなんかこう僕は 一回消してててみたいいと思っていてだから二項対立って誰かがやっぱり作るからできることでなんかこれはまあ,あの友人の松田修さんっていうアーティストが言ってたんですけど右と左っていうのを発見したやつがなんか犯人だみたいなこと言ってたんですけど分かるなみたいな確かに右と左っていう,こうなんか方向 こっちとこっちは違うっていうこととかから何か始まってるんじゃないかそういうことをすごく曖昧な領域にもう一回戻していきたいなと思っていて僕はあんまりこうローカルグローバルとかっていう議論に時代にはあんまり関心がないっていうのが正直なところですかねそれよりもそのもっとこう、えー、より多様なっていう意味でクイアっていう言葉を好んで使ったりとかしますはい。 その中でこれ、えー、とちょっともう,少もうちょっと時間も迫ってまいりましたので、えー、とこれあのボリューム1ボリューム2の皆さんにもお話を伺っているところではあるんですがお二人とも普段こうキュレーターとしてまたはその美術史家、まあ、美術家としてあの活動されている中で、えー、と今回のアートフェアに作品をあというか作家を推薦するっていうのって結構こう普段の とは使う筋肉が違うというかあの,のかなと思っているんですけどアートフェアで作品を選ぶっていうのはいかがでしたかっていうところを伺ってみたいんですけど先じゃあいいですかね、はい、あまず一つあの僕はあのすごく楽しかったですあのたすごくあのあの本当に小学生みたいな感想なんだけど最初はあのみんなであの結構金沢をベースとしているみんなこともあってちょっとこう あってまあ相談したりまあそれぞれどういう展示あるのかとかあの話し合ったりするっていうのは単純にあのなんていうかなあの比べちゃいけないかもしれないけどなんかこう小学生とかがこうやるあの発表会みたいなやつ感じであのすごく楽しくあのやりましたであの僕の場合はどちらかというとこう お声がけはするけれどもあまりこういうのを出してほしいとかっていうような予防は出さなかったのであの結構こうなんとなくコミュニケーションの中から生まれてきた展示っていう形で僕自身もあのこれを実際見るのをすごく楽しみに今日やってきたっていう感じなのであの3人の作家さんにはすごくあの楽しい時間をいただいたという。うん 感じで,すでもう一つはまあアートフェアでしかもまあ東京で行うということでやっぱりこのトーク自体の一つのテーマになってるかもしれないけど、まあ、そういったあのアートフェアっていうもののある種のこう今までの一般的な概念っていうのをもうちょっとこう拡張していけるようなあの展示がやりたいなと思っていて、まあ、それはあの見に来てくださった方々があのジャッジしてほしいなと思っているんですけど。 そういったものの挑戦っていうのは普段僕はテキストで結構やっているので、あの、うん、すごく新鮮でした。あのすごく面白い、うん、あの機会をいただいたなと思っています、うんうん。ありがとうございます。西田編集長はいかがでしょうか。そうですね。僕自身はこれまであの割とこうギャラリーでの展示も機会が多いので、まあ特段こうアートフェアというものに対して意識がない。 あのー、今回特別認識したってことは、うんあのー、やっぱり3331って場所でってこと以外にはないんですけどある種クリティークの方で、えー、評価を得る作家とやっぱりマーケットの方で評価を得て活躍のフィールドを上げていくっていう作家の2種類がいると、まあ、言われがちそういった二項対立自体をやっぱりこう <laughs>、うん 意識しないようにうん、うん、まあ普段しているので、まあ、やること自体はあのー、そういう意味では、えー、さっき話したような、うんあのー、自分の考えていることをでブースを作るっていうこと以上にはなないいかなっていう感じですねこの展示空間はそもそもあれですよねここにここ 最初はこう壁があってみたいなブースでお願いしますって感じそうなんですよね、うん、<laughs> 3331アートフェア、まああのー、天井も割とあと高めだと思うんですよアートフェアの中であのしっかり作っていただいてうわ真っ白な壁でやれる嬉しいなお誘いいただいてと思ってたんですね最初は。<laughs> えー で,でも考え始めててある種作家をこう送り出す責任もあるというか、まあ、彼らにこうなるべく注目がいくようにしたいとは思ってやっぱりブース自体がこうフラットに並ぶだけだとなかなか彼らを従前に見せきれないかもしれないっていう時に、まあ、体育館そうだ高さが 使なるほどなるほど。さっきあのシャさんが言ったやっぱりこうマーケットベースの作家と、まあ、いわゆるこうビエンナーレなり芸術祭なりそういったところで、まあ、結構サイトスペシフィックな作品を作る作家っていうのが、まあ、比較的こうパッキリとあの、まあ、あの美術史家とか批評家の目から見ても、まあ、オーディエンスの目から見ても。 ななんとなくまあ作家側の意識としてもなんかこうちょっと分けられてるようなあの雰囲気っていうのは確かに強いような気がしていて今回あの選出させていただいたあの武田さんとかはあの本当にあのインスタレーションだしそもそもあの空間でまあその場でその場で作っていくものだしあの内田さんもまあパフォーマンスっていうことで結構あのアートフェアというよりかはむしろあの。 美術館での展示とか、うん、あのビエンナーレとか芸術祭での展示っていうのが多かったんですけど、うん、こういった形でこうフェアにまあ出るっていうのはある種こうそういったまあマーケットと、うん、まあもう一つこうビエンナーレみたいなもののまあ区別っていうのをこうなくしていくというか、うん、そういった意味でもあのすごく面白いあのまあ僕のブースだけではなくてそれぞれこういわゆるマーケットでよく見る作家って もいればあの展示でよく見るなっていう人も、いてあこういう作品もあるんやと思って、仏としてこういうの出せるんだとか、うんうん、そういった発見も結構あったので、あの結構来てくださる人からすると、うん、結構新しいそれぞれの作家の、まあ、側面っていうのが見れるんじゃないかなと思っていますうん、うん、ありがとうございます。 その今、えーと、少しお話に出たと思うんですけど、まあ、あんまりゆっくりあの時間を持って、ね、見ていただいたわけではないと思うんですが出展作家の中には、えー、とその知ってはいるけど今回は、まあ、その推薦はしてないというか、えー、みたいな方々もいらっしゃると思うんですね。その中でその、まあ、気になった作家だったりとかこの作品、面白そうみたいなものがもし見,あの見られていたらあの伺いたいなと思うんですけどいかがですかね。 そうですね僕ちょっと全体はちらっとしか見てないんですけど、うん、やっぱあのー、入り口にデッキであるあのカタルチスの岸辺ま、うん、あの何、ー、ですかねちょっとちらっとしか見てないんですけど、あのー、どうやら観客が参加型というか、うん、あの遊べるようになってるみたいでやっぱりそこはあのー、カレラナに3331っていう場所とそこの入り口っていうものをあのうまく生かした。 あのー、形、かつ、うん、彼らの持ち味を生かしてて、すごく気になってますね。僕も、うん、あの早く遊びに行きたいと思ってます。うん、はい。そうですね。僕もさっき来て、まあちょっとあの殺到しかまだ見てないんですけど、なので。 あの主にこう隣のブースをこう見てあのどういったまあこの並びもまああの偶然性みたいなものがあると思うんですけどあの隣見て面白いなと思ったのがまあ一つはあの野本子さんの作品ですよねで群馬ベースではないかもしれないけどまあ群馬であの今回あの,の方で推薦させていただいたあの内田さんともまあよくあの仲いいみたいであのその二人のある種こうテクスチャーあの マテリアルのちょっと共通性だったり、うんまあ、テーマみたいなものの共通性っていうのはすごい面白いなと思ったのと、うんえっと、榎本さんのほもうちょっと同じブースであの今井さんの推薦のブースであの久保田さん、うんえっと、久保田さんとかはあの一番よく知られているというかあの美術史の中でよく言われるのがあの多分あのど,どこでやってたかなあの漂流郵便局って、うん、あのかなりプロジェクトベースの。 あの届かなかった手紙をこう集めていくっていうプロジェクトであのそういった結構あのリサーチベースというかプロジェクトベースの作家っていうようなイメージがあの意表の中では結構強いかなと思うんですけれども久保田さん平面今回出してますよねなんかこういったあのすごく繊細な作品というかまあさっきこう話したようなある種こう今まで。 そのビエンナーレの作家とまあマーケットでこう物を売る作家っていうものが本当は作家の中ではもちろんあんまり区別はなくてそういったこう新しい面っていう話をしたんですけどあの久保田さんの作品とかはやっぱり彼女のあまりこうまだ知られていない。 才能というかあの面みたいなのを見れて僕はあの面白かったですなのであの主にこう隣のブースの今お話をさせていただいたんですけどあのまたゆっくりあの今日この後他のブースもちょっと見たいなと思っています、はい、ありがとうございますまあその今えっ、ー、とお話に上がったえー、まあ隣のブースとのその関係性というかえっ、ー、と空間で区切られているからこそその隣がどうしても 関連性を持ってしまううというか関係性を持ってしまうみたいなところも面白いなっていうのは私も感じてたところでというのもあのこの3331アートフェアで、えー、とキュレーターの方々に、えー、と推薦作家を推薦いただいて、えーとまあ、ある種あの間仕切りされた空間で、えー、と展示をお願いしますみたいな形の推薦プログラムっていうのが本年初なんですね。うん でこの推薦プログラムの、まあ、例えばあの体育館にこうずらっといろんな作家が並んでる、まあえー、といろんなキュレーターの方々が携わった、えー、と空間が並んでるっていうこの推薦プログラムについてのこうもし感想があれば伺いたいなと思うんですけど、まあ、実際そのやってみて結構選びづらかったみたいなことなのかあの逆に自分一人でこう空間使えないからなかなかこう。 決めづらかったみたいなのがあれば、ちょっと伺いたいなと思うんですけど。西田編集長いかがですか。いや、あのー、そうですね。うん、例年作家推薦者いても、うん、こうバラバラっていうところからブース。だから、あのー、すごく、こう。推薦するにあたって、テーマが決めやすく、あのー、選べやすかったですね。うんうん、選ぶ基準があるというか。うん、すごく嬉しかったし、うんうんうん。 わり、えー、と,っ割とあざっくりとした感想を伺えればと思ったんですけどそんなにこうでもなんだろうなあの言ったらホワイトキューブじゃないけど反ホワイトキューブみたいな空間があってうん、うん、そこからあの短管で組んだ足場みたいなものに行き着くまではまあ割と早い判断だったんですかね。そうですね,ね,ね <laughs> <laughs> まああ本当うん、うん、あの多分 まあ僕の普段のキュリエーションの傾向でもあるんですけど、うん、あ,のあんまり絵画の展示とかやらないので、うん、まあお誘いいただいたってことは多分絵とかを求められてるわけではないだろうと思って <laughs>、まあ、あのブース自体も、うん、あの多分何かこう飛び道具的な何かを求められてる気がするすると思って <laughs> まあだんだん考えていった感じですね。うん 僕は中村マスさんの下で2016年と1 7年あのまあコマンド N でちょっと働いてたことがあってあコマンド N がやっぱ新しいページを開くっていうことであるとしたらまあやっぱこう皆さんがコマンド A の方のやられてると思う中でまあ自分に期待されてる役割っていうのはコマンド N の方かなと思いまして新しいページを開くような。 役割を担いたいと思ってちょっとブースという概念自体をサンサたちッチ・フェペアの中で新しいページとして開くということをやっぱり選出僕がとかじゃなくて、うん、今回あのいろんな方がいたっていうのはすごい面白いなと思っていて、うん、あの今後も やっぱりこういうプログラムとしてはすごい可能性があると思っていてその時に必ずしもいわゆるキュレーターではない人たちにも声かけて今回みたいにそれぞれの多様性っていうのがこれ以降もまたいろいろな形で出てきたらそういった形でプログラムが進んでいったらいいなというふうに希望をしますで。やっぱりすごくそれぞれぞの個性とか がまあ出ているでその上であの先ほどおっしゃられたようにこうたまたま隣り合ったブースがなんかこう共鳴している部分があったり、うん、あのすごくあの偶然性みたいなものを含めてあの楽しめるようなあの空間になってたなと思いました。で僕の場合は あの西田さんの場合は多分枠組みそれ自体をこう壊していくのがすごく得意であのむしろそれを楽しんでいるような感じで僕もそれをあの楽しく見させていただいたんですけど僕は結構あの実際に制作の時もまあこういった形でキュレーションする時もあの論文とか本を書いたりする時も逆にこう制約の方を先に作っちゃうのが好きでその制約の枠組みの中で何ができるかっていうのを 考えていくのを結構好きなので、僕はむしろこういったあの半分あのブースで、うんうん、あのしかも必ずしもこうものすごいでかいわけではない一人一人のっていう中で何ができるかなっていうことを考えるのが結構好きだったので、あの僕は結構ウェルカムであの楽しくやれました。ありがとうございます。まあなんかこう今こうしてこう映像を見るとかなりやっぱお二人の <laughs> お二人が今ここで並んでお話をしていただいてるのが結構こう奇跡なぐらいというか, <laughs> なんか見え方としては全然こうキャラクターの違うものがあってでもなんかそこで通定しているテーマがあってなんかこう交わされる会話の中でなんかこうお互いああここ気になっているのはそうだよねっていう会話ができたこの機会がなんかすごい私にとってもすごい貴重なものになったなと思いました。 ありがとうございますそしたらですね、えー、とそろそろお時間になるので、えー、とあいいです最後にやっぱりあの実際見るとまた違うので画面見てもあの西田さんのやつとかあのすごいなと思うけどあの実際見るとさらにあの違うと思うので是非、うん、もしこれご覧になっていてあの、まあ、期間もすごい長いわけではないけれども。 あの、ちょっと面白そうだなと思った方は、あの、別に購入しなくてもいいので、あの、ぜひ見に来てもらえれば、あの、嬉しいなと思います。ありがとうございます。そしたら、今山本さんからコメントいただいたので、なんか西田編集長も最後にこう一言。まあ、どういうふうに楽しんでもらいたいなみたいなものがあれば。そうですね。自分のブースの話ばっかり申し訳ないんですけど。うん、あのー、まあ、三階建てになってまして、あの、二階。 3階にもあのー、上がってもらえるようになってるのでぜひ実際現場来ていただいてあの上、ー、っていただきたいなと思ってます <laughs> はい入口右手にありますのでありがとうございますそしたらじゃあもうえっ、ー、とお時間になってしまいましたのでえっ、ー、と本日のえっ、ー、と ボリューム3終了したいと思います、えっと、本日がプレビューとなっておりまして明日から、えっと、展示自体はあの入場いただけるのでぜひあのお越しいただいてあの皆さんキュレーターの皆さんが選んだ空間を楽しんでいただけると良いなと思います本日はありがとうございましたどうもありがとうございました